回バファローズの攻撃です。そしてファイターズはピッチャーが変わります。背番号16乾2番手としてマウンドに上がります。きっちりと抑え、インサイド見送っています。いいボールですね、はい、アウトコース変化球が決まってストライク、打ちました。これはファウルになりそうです。ファウルになります。ここもファウルです。さあ6球目は何か、インサイド落ちました。これもファウル。今のファウルはストレートに振り遅れてる感じでしたね。打ちました。ファーストゴロ。またファウル。ボールカウントは1ボール2ストライクです。高めのボール、ここもファウルです。打ちました。取りました。アウト、ワンアウト。打順は1番に帰ります。バッター福田。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ワンアウトランナーなし。2球目打ちました。レフトの前に落ちました。これでマルチヒット。ワンアウトランナー1塁です。ここはうまく流されてしまいました。まあこれ、これが初球。里崎さん、バントを阻止するようなリード、打ちました。ピッチャー取った。2塁を送ります。セカンドフォースアウト。1塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです。これ以上点差を広げたくない場面で見事ダブルプレーに仕留めました。ここをゲッツーで仕留めたというのは大きいと思いますね。8回の表、オリックスバファローズ、打順よくこの回はクリーンナップから始まります。中川がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ファイターズリードで迎える8回です。さあ里崎さん、この後のピッチング、どのようなところに注目しましょう。そうですね、まあ、攻撃陣の頑張りに応えるような投球を期待したいですよね。まあ、打ちました。石井、アウト、ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の吉田。前の打席ではフォアボールを選んでいます。乾、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。これはどうだ、センターに抜けました。吉田、ヒットが出ます。ワンアウト、ランナー一塁となりました。さあこの終盤、一塁にランナーを許しています。バッターボックス打ちました。乾、二塁へ、二塁アウト、一塁転送はアウト、ダブルプレー。先ほどのプレーです。見事ダブルプレーに仕留めました。まあランナー出してますけど、こういう形で打ち取れたので良かったと思いますね。最終回のマウンドに立つというのは、やはり緊張感が違うものなんですかね。まあそうですね、かなりプレッシャーはかかってると思いますよ。はい、引っ張った、ファーストが取る、アウト、ワンアウト。打席には7番バッター頓宮。先ほどの打席で一時勝ち越しとなる犠牲フライを放っています。まずはワンアウトを取っています。外れましたか。いいボールでしたけどね。はい、外のストレートをわずかに外れてボール。内へのボール外れました。チェンジアップ外れました。3ボール2ストライクです。空振り三振。バッターボックスは8番紅林。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ツーアウトランナーありません。さあ勝利まであとワンアウトとなりました。そうですね、まあ惜しいでしっかりと最後のアウトを取ってほしいですよね。はい、さあ最後のバッターになるでしょうか。打ちました。セカンド飛びつく、取った。これで3